どうも、なおちんです。大の大冒険をやっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はチャレンジモードの第7章一番最後やっていきたいと思います。これがね、祈願城への挑戦です。推奨レベルは90ですね。このチャレンジモードが本当に難しかった。このミストバーンとか地獄だったからね。ようクリアした。まあ、とりあえず、祈願城への挑戦、行ってみましょう。よし、行くぞ。それでは、行きましょうか。え、普段と変わんない?そこだ。あ、なんか。おう。ザコが、まあ、一応出るには出るけど、そう大して強くもないね。うん、注意していけば全然なんてことなさそうだね。今までのチャレンジミッションに比べると、おい、簡単だと思った。ちょっと待って、フレイザード出てきたぞ。メドローア、あー、マックスのメドローアじゃなかったね。やばいやばいやばい。ちょっと待って、あ、これ待って、これ本気のやつだ。よし、オッケー、よし、おお、あのね、 HP はそんな高くない、HP は高くないから一応安心感はあるかな。そうね、あの普通のやつが出てきてくれてもたまらんよね。 OK、 ああもう全部減らしたかったけど、もうまあ無理か。あぶねえ。よし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 、オッケーオッケーオッケー、いけるいけるいける、うん、こんぐらいなら全然余裕だわ。ちょっと待って、ハドラ来た、ハドラ来た、ハドラ来た。ナイスマン、いいよ、行きましょう。よし、ナイス。おお、倒したんだ、早かったね。これゲージがもったいないからさ、これゲージオンオフができればいいんだけどね。あぶねえあぶねえあぶねえ、何してくれるの。よし、いいね。あ、結構削れた。ちょっと待って、まだ取らんでいいや。どこに来る、あぶねえあぶねえ、おお、仲間にも当たるんかい、これ仲間にも当たってるんかい。 OK、 ナイス、よし、 OK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 、 あと1回ぐらいかで、なんかボス出るんでしょ、どうせ出るんだよね。お、バランだ。でヒュンケルが出てきてくれた。おーおーおー、なんか面白いクエストだよね。ドラゴニックオーラ、よし、ちょっと待って待って待って、めっちゃ減った。ちょっと待って、これ本気のバランだ。バッカ、あぶねえあぶねえよ。よっしゃ、倒した。ちょっと待って、ミストバーン出てきた。ちょっと待って、仲間出てこないの、もう。おいって、地獄でのたうつがいい。もう
ども。僕の力に限界はない。ちょっとマジで地獄でのたうつ、マジでむずい。トーマクマッチ、本気でいく。なるほど、これ祈願城っていうよりもその周りの雑魚が強えんだな。暗黒の力に限界はない。うわー強っ。よし、けるもんか。くらえ、アバンス。よし、ミストバンもうちょい。よし、いけた。これまでか。あぶねえ。そこだ、いける。ちょっと待って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 、攻撃がえぐくなってないかい。よし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 、もうちょいもうちょい、もう何も出てくんなよ。あぶねえ。待て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 、よし、終わったんじゃない。何何これ、何これ。おお、あんまりダメージねえ。あんまりダメージがなかった。終わりだ。終わった終わった終わったな。まだまだ強くなるよ。獲得経験値45,000、めちゃくちゃ美味しいね。ここ周回すれば速攻レベル上がりそう。はい、ということで戻ってきました。クリアできましたね、祈願城への挑戦ですね。クリアしましたらば、奇跡の書の、一番後ろ、第7章のところの一番最後ですね。これ、ここが解放されます。ムービーですね。うん。ここ、裏ステージをクリアしないと、このムービーは見れないみたいです。いやー難しかった。いやでもね、ここはまだ簡単な方、まだ簡単な方。あのね、ミストバーンへの挑戦とか、あとね、ここ難しかった、ザムザ。うん、ザムザとミストバーンマジで難しいので注意してください。まあ他もね、他も強かったよ。うん、龍騎衆ね、3人ね、入れ替わり立ち替わり3人戦うんだけど、それとかリュウマジンバランとかも地獄だったしね。いやー難しかった。でもこのチャレンジモード、なかなかやりがいのあるやつです。はい、皆さんも頑張ってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。